日本酒のルート。どうも、じゃあ篠原です。今回はね、日本酒の参考書ルートということで、どういう流れで日本酒勉強していけばいいかを紹介したいと思います。まず一つ、日本酒は学校の授業を聞いていくか、それとも自学自習でやっていくかということの2つの選択肢があるんですね。で、学校の授業でやっていくんだったら、まあそのまま頑張っていけばいいんですけど、そうじゃない場合はこちらですね。この超速日本酒の流れ、これで勉強していくのがいいと思います。まずこれで日本酒の流れを抑えましょうと。この本ね、まあ大体、まあここに2時間で流れが抑えられるって書いてるんですけど、本当にまあ2時間ぐらいあればですね、読み切れる本なんで、まあ2時間と2時間で4時間ですか、4時間あれば十分流れは抑えられますと。ただね、これただただ読んでいくだけだと、まあただ面白かったなで終わるんで、可能であればこれ中に書いてるキーワードですね、あの日本酒のキーワードになるものを一回紙に書いた方がいいと思います。篠原実際自分の塾生にはそういう風に指示をしています。あとね、まあ、こっちとこっち、この超速日本史シリーズなんですが、政治外交史とですね、日本文化史というのがあるんですよ。でこれに関して、まあ、篠原は教育の天才にして、まあ、たくさんの塾生を抱えてるんで買いましたし、読みましたし、研究しましたが、普通はこの2冊でいいです。この2冊をとりあえずやってもらったら、日本酒の流れはまあ OK ということになります。で、まあ学校の授業が結構いい場合は、まあこれ山川ですけど、山川の教科書とか、まあ多分ほとんど山川だと思いますが、こういう教科書をね、配ってやってると思うんですよ。もうこれで OK です。まあ山川の教科書でも何でもいいんで、こういう教科書中心、まああるいは学校の先生によってはプリント中心で、まあ、日本史をね、勉強していく、やっていくってとこも多いと思いますが、もうね、山川の日本史とか持ってるんであればもうそれでもいいですが、やっぱりね、超速の日本史に比べてちょっとお堅いんですね。まあ読んでいてちょっとめんどくさいなーっていう感じがすると思うんで、まあこれ山川の日本史で学校の授業も良くて、もうこれ使ってるよっていう場合は別にこれでもいいんですが、ちょっとねきついよっていう場合は流れは超速で抑えるのがいいかなと。で、その後日本史、日本史は暗記教科ですんで、まあ暗記事項は絶対に覚えていかないといけませんということで、まあこれですね、入試に出る日本史 B 一問一答 Z 回のこの教材おすすめです。実は篠原はこっちですね、1個半の古いやつ、この入試に出る日本史 B 用語&問題ってやつですね、これを使って教材に受かりました。まあ俺個人としてはですね、最新版のこっちでもいいし、中古のこっちでもいいんですけど、まあ一応 Z 回のこの用語集が最強だと思います。山川のね、日本史の一問一答もまあいいんですけど、細かい用語書きすぎてて、ね、ちょっとしんどいなっていうのもあるんで、まあ俺はね、 Z 回が最強かなと思いますね。この後問題演習に入ります。問題演習もこちら Z 回の日本史の100題ですね、これがいいと思います。これちょっと版が古いんですけど、最新版が発売されてるんで、この最新版の100題、これが最強かなと思いますね。問題集としてもこの Z 回の論述トレーニング、この辺がまあ最強かなと思います。実際ね、この辺の教材使ってもうちの塾生みんな成績上がってるんで、正直ね、この辺の教材以外のものをやる必要はまあ、基本ないかなってところですね。特に山川出版の方でワーク系の問題集いっぱい出しています。で確かにこれの代わりになるんじゃないかというふうに思う人いると思うんですけど、やっぱりね、ワーク系のやつってあくまでワーク系なんですよ。つまりまあこうある程度流れが抑えられたら答えられますよみたいな感じなんですけど、実際の出題ってもうちょっと意地悪だったりとか、もうちょっと考えさせる問題って多いんで、こういう意味ではこういう100題とかはね、やっといた方がまあより勉強になるんじゃないかなと。まあもちろん学校でね、そういうワークとか配られてて、もうそれをしっかりやっておけば大学受かるんだというのが明らかなんであれば、別にそれ頑張ってくれって話なんですけど、まあ俺個人としてはね、こういうのはしっかりやっといた方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで日本史の各種参考書の紹介でした。まあ一応受験戦略的にはこの超速ですね、これを1ヶ月で終えてもらった後に、この用語集ですね、この用語集をまあ、3ヶ月ぐらいですかで頑張って覚えてもらう、あるいはもういきなりこの問題演習ですね、問題演習に入ってしまって、この問題演習の中であんまり出来が良くない分野をこういう用語集で固めると。で、大学の出題傾向によっては論述があると思うんで、論述がある人はこの論トレをやりましょうというところだし、まあ私立文系とかでね、アホほど細かい問題が出る場合は過去問演習をきっちりやっていくのがいいかなというところでした。ぜひ頑張って、日本史はね、まあ単純な暗記教科としてはもう苦痛でしかないけど、おもろいところは本当におもろいのが日本史なので、ぜひね、日本史まあ嫌いになるの分かるんですけど、面白いと思ってもらったらおもろいと思うよ。で特にこの超速ですね、この超速はその日本史のおもろいところをこれでもかと詰め込んでる教材なんで、ぜひですね、この超速日本史の流れ、これで勉強してもらったら、すごくまあ面白く日本史が勉強できると思います。ぜひまあね、
日本史好きになって、まあ、いっぱい勉強してもらったらと思います。やっぱり日本史は楽しいし、この愛する日本国というものをもっとね知ってほしいというのが篠原の願いというところですね。ぜひ頑張って日本史で点を取っていきましょう。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。